賄賂のイメージ賄賂防止キャンペーン腐敗の防止に関する国際連合条約賄賂、または、マイナイトは、主権者の代理として、公権力を執行する異性者や管理が、権力執行の裁量に常実を差し挟んでもらう、ことを期待する他者から、法や道徳に反する形で受ける財やサービスのこと。汚職の一形態。賄賂を受け取ることを、収賄、送ることを、贈賄。 両方の行為を合わせて、増収賄と呼ぶ。日本国の賄賂罪は、以下が対象となる。賄賂は、権力機構の成立に付随して出現する。歴史上、法で、明確化された、徴税機構が機能している際には、賄賂は違法とされるが、法制上の徴税機構が存在しないか、機能不全に陥った際には、酵素と賄賂の区別が不明確になる。 間触売買なども、主権者の定める法制によって公認された行為であれば、賄賂とはされない。また、近代以前の日本では、冷戦と賄賂の区別は明確ではなく、裁判などで、冷戦名目で管理に賄賂を送って、有利を得ようとする行為は、当時の常識的範囲内のものであれば、賄賂とは考えられず、管理側から見れば、役得などと考えられていて、それが、 社会通念化してしまっていて、腐敗が横行し、行政は私物化され続け、しばしば機能不全に陥った。近代国家では、法律で、賄賂は違法だと明記されるようになり、罰則が設けられるようになった。また、1997年に、経済協力開発機構で、国際省取引における、外国公務員に対する贈賄の防止に関する、条約が制定され、 外国公務員に対する贈賄も法規制の対象になった。贈収賄いずれの当事者も所属しない国家から摘発の対象とされることもある。国際標準化機構が2016年10月に発行させた ISO37001 は贈収賄防止に特化した国際標準規格である。日本では双実がコンプライアンスの一環として2019年に 取得しており、金銭を送ることを禁止しただけでなく、贈答や接待、旅費負担についても、社内規則を設けた。中華人民共和国では、公務員をはじめ、商談の場や医療を受ける際などで、賄賂が、盛んに行われている。2005年には、発覚したものだけで1ヶ月あたり、約29億円という調査もある。公務員の賄賂に対しての処罰は厳しく、 2007年にも賄賂を受け取った交換が死刑に処されている。中央政府は腐敗防止局を2008年に新設したが手口の巧妙化や予算の制約による限界が指摘されている。2012年に就任した習近平中国共産党総書記は汚職は国を滅ぼすと述べ腐敗撲滅を目指している。医療では賄賂は長い間。 暗黙の了解とされてきたという。これについては、調査対象の約7割が医者へ賄賂を渡したという報告がある。菓子箱の底に小判を隠すのは、時代劇等でもよく使われ、その小判のことを、山吹色のお菓子、黄金色のお菓子という因語で表現される。また袖の下という因語もある。創実増収愛防止へ厳格管理。 日経産業新聞2020年1月8日、ABC、ワイロマニエン、勢い止まらず、茨城県上海事務所ビジネスレポート ABCD7 割近くが、医者に、袖の下を渡したことがある、レコードチャイナ、これを逆手に取った、菓子折りが存在する袖の下ことバンク。ありがとうございます。